タイム4時スカイシーランド偶然で作る物語。テーマ時間、舞台天海陸、ルール3つのキーワードを使う。偶然で作る物語スタート。天スカイ4時、夜明けが近づく4時になったよ。天は一旦濃いターコイズブルーに染まるんだ。どこまでもしっかりと隙間なく塗りつぶされるように。すると距離がなくなって見えるんだ。ただその色だけが広がっているのが見えているよ。時が止まったように。そこから次第に雲が現れて、新芽が顔を出すようにポコポコと新しい雲を生み出していくんだ。すごいスピード感とリズミカルな動きで、見ているとつい笑顔になってしまう光景だよ。生まれ出た雲は葉っぱみたいに舞って天を自由に移動する。もうすぐ夜が明けると告げる役目があるからね。どん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 流れていくんだ。世界中に散らばって今日の朝日を受けて鮮やかな色に染まるために。海、シー、4時。海はこの時間時空がちょっと歪むよ。日の出を前に海にも準備が必要でね。そして海中は紺色とグレーが重なったような色合いになるんだ。準備中の色合いだよ。その間に今日これからの予行演習のような早回しムービーのような、そんな次元が入り込むんだ。でもそんなことにはお構いなしに、水中ではエビたちが元気に遊び回っているよ。毎日のことだから慣れっこなんだ。そんな時もエビたちはキラキラ光るきれいな石を見つけては見せ合いっこをしているよ。ネックレスみたいに輪にしたり、組み合わせて色遊びをしたり、海藻の上を転がしたりしてね。そこに貝たちが集まってきて興味津々で見ているんだ。しばらく経つとエビと貝たちでこのきれいな石でキャッチボールを始めたよ。楽しそうだな。夜明け前の海はかなりにぎやかだ。陸ランド4時。陸は静かな午前4時。とある家の様子を見てみよう。古くからあって大きなお家。たっぷりとしたカーテンの部屋に何やら飾ってあるみたい。
それはネックレスやブレスレット、装飾品がたくさん並んでいるよ。ちょっとした博物館みたいだ。眺めていくと大切に磨いて使ってきたんだろう雰囲気があるな。そんな中にひときわ目を引くピンク色の石がついた指輪があるよ。色あせることのない存在感、そんな言葉がぴったりの指輪だな。この家の人々に代々受け継がれてきたみたい。どんな人がどんな服装でどんな場所に行ったんだろうな。どんな人々と何を話して何を感じたんだろう。